藤澄香です。1分でできる足痩せ体操をお伝えしていきます。この体操をすると主に太もものですね、内側、内ももの筋肉、内転筋がしっかりつきますから、あなたの足がこうキュッと細くすることができるんですね。でまた動きの中でお腹の下、下腹部もこうしっかり使っていきますので、実はこうお腹周りもキュッと締めることができるんです。でまたこの筋肉が活性化することで、その排便がスムーズになりますから、まあ、便秘解消で結果お腹の腸の中もこうすっきりしますと、その腸内環境が良くなって、結果あなたのお体がこう痩せ体質へと変わっていくことができますので、ぜひ楽しく続けてみてください。では今から早速3つの手順でお伝えしていきます。はい、それでは早速行っていきましょう。すべての動きは仰向けで行います。そして両手は横に伸ばして、手のひらは下です。ゆっくりと足を持ち上げます。でまず手順1つ目です。開脚ですね、開いて閉じるを1として8回数えます。ではやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、 OK です。では次手順2つ目です。今度はこの両足をクロスします。交互にクロスします。これも8回ですね。じゃあ行きましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、 OK。 では最後手順3つ目です。膝を曲げた状態で足の裏をつけます。でここに四角、スクエアを作る状態から閉じたり開いたりを8回します。では行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、手順3つが終わりましたら、ゆっくりと足を下ろして6秒間休憩します。1、2、3、4、5、6。以上の1から3の手順プラス休憩を入れて、同じ動きをもう1セット繰り返してください。トータルで1分で行うことができます。はい、いかがだったでしょうか。今お伝えしました動きを1回として、1日にあなたのペースで3回ほど行ってみてくださいね。でまたこの動画をこう繰り返しご覧いただいて、繰り返し続けていただくことで、あなたの足痩せですね、お役立てください。でまたこの動画のお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。